あ、松ぼっくりって言いません？松ぼっくり。うん。だから、もみだからもみぼっくり。もみのぼっくり。種？種はね、これです。わかるかな？これ。この一枚一枚の間に種が入ってるんですよね。あ、そういうことなんですね。そう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 。これパラパラパラって開いていくんです。初めて見た。うん。これはね、もう5年以上、まあ、もしかしたら10年ぐらいいってるかもしれない。あの、月の色がないですから、ふわふわだから、シダは結構大きくなれる。コケはね、それがないんですよ。くっつくため、コケのつもりです。で、この分はここなんですが、もうすぐじゃん、半分越してる。近所のスーパーで昼ご飯とお土産を買いました。刺身とか、なんかサバのカツとか、あとサラダ、あとはこういうお土産、おばあさんにあげます。おじいさんも食べてくれるかな。